バイポーラトランジスタ、バイポーラトランジスタ、またはバイポーラジャンクショントランジスタ A、バイポーラジャンクショントランジスタ BJT はトランジスタの一種である。N 型と P 型の半導体が PNP、または NPN の接合構造を持つ3端子の半導体で電流増幅、スイッチング機能を持つ。電解効果トランジスタ、フェットなどのユニポーラトランジスタと異なり、 ただし、不良局のキャリアを持つため、バイポーラと呼ばれる。バイポーラトランジスタという呼び名、区分名称は、後にフェットが登場したことによるレトロニムであるが、その経緯通り、最初に広く使われたトランジスタであったため、単にトランジスタといえば、バイポーラトランジスタを指すことが多い。小さなベース電流に対して、その数十から数百倍のコレクタ電流が流れる。 この性質を用いて増幅作用を行う。コレクタ電流は、コレクタ電圧が変動してもほぼ一定に保たれる低電流特性。ベースマイナスエミッタ間はダイオードと同じ構造であるため、ベース電流を流すためには、ベースマイナスエミッタ間電圧を、式位置より高く保つ必要がある。この式位置を、接合部法は電圧と呼び、シリコントランジスタの場合、 室温で0.6から0 7トの値を取る。また、この式位置をスイッチング動作に利用することも多い。動作はすべて電流モード、入力電流に対して出力電流を得るであるため、全体として動作時に消費する電力量が大きくなる。このため、大電力を扱う際には電圧モード、入力電圧に対して出力電流もしくは、 出力電圧を得るの電解効果型デバイス、真空管や、フェットなどに比べると不利である。微小信号の増幅についても、トランジスタを動作させるだけの電流が得られなければ、増幅機能は果たせないということになる。スイッチング素子としては、ダイオード接合に電流を流す、構造特有の少数キャリア蓄積効果のため、本質的に動作速度の限界があるが、スイッチの ON。 オフ制御信号として電流さえ流せれば電圧は、合部法は電圧、一般的なシリコントランジスタで、蒸気0.6から 0.7V しか必要としない、ため、電圧に制約のある用途では扱いやすいと言える。極端な大電力や高周波などを除けば、高い増幅率や優れた量産適性で非常に廉価に入手できることから、民生、産業、航空宇宙、 防衛のすべての分野で幅広く利用されている電子デバイスである。三つある端子はそれぞれエミッタベースコレクタと呼ばれる。PNP または NPN の3層構造の中央がベースである。E、B、C 端子は真空管の仮想度グリッドプレート、ヘッドのソースゲートドレインに対応している。実際の素子の端子は日本製の一般的な汎用トランジスタでは 端子を下に向けて、正面、よく使われていた2-92パッケージでは、シ島ンなどが書かれている平面の側から見て左から ECB となっているものが多いが、これとは全く異なる。端子配列の品種も数多くあるため、使用にあたってデータシートなどで確認する必要がある。それぞれの局に使われている半導体の特性から、他のトランジスタ同様、 NPN と PNP で分けることができる。NPN 型とは、N 型半導体 P 型半導体 N 型半導体の順に、PNP 型とは、P 型半導体 N 型半導体 P 型半導体の順に接合、PN 接合したものである。現実的には、対象型であるが、実際には、エミッタ側の半導体の不純物濃度を高くしなければ正常な動作ができ 実際のトランジスタのエミッタとコレクタを逆に接続すると一応は増幅作用を見せるものの一般にトランジスタに期待されるような能力は発揮しない。エミッタコレクタ間の逆方向の耐圧は低く耐圧ギリギリの電圧をかけた場合は劣化が起こることもあるとメーカーが注意している例や逆方向での使用は破壊の要因になり得るとメーカーが指している例もある。 ゲルマニウムを用いた初期1970年代までのトランジスタは製造が簡単であることから PNP トランジスタが多く作られた。シリコントランジスタが主流になってからは一般的に動作が高速で増幅率、耐電力などの特性に優れた NPN トランジスタが用いられることが多い。真空管と異なるトランジスタに特徴的なものに コンプリメンタリペアがある。コンプリメンタリ、相互的ペアとは、それぞれで極性が反転している他は、特性の似た NPN と PNP のトランスタの組で、実際にはキャリアが電子と成功とで異なる。以上、完全に等しい、完全に対照的なものは、原理的に作れない。例えば 2SC1815 と 2SA1015 というペアがあった。 コンプリメンタリペアを利用する回路として、プッシュプル増幅回路の一種のセップ回路が挙げられる。コンプリメンタリペアとして対応するトランジスタが、すべてのトランジスタにあるわけではない。コンプリメンタリペアが存在する場合は、その型番がデータシートに記載されている。物理構造や製造手法により、点接触型、合金型、成長型、メサ型、 プレーナー型などに分類される。転接触型以外は接合型である。現在ではプレーナー型トランジスタが主流である。転接触型はトランジスタの発明当初のみ利用された形式である。トランジスタ、刀、型番を参照。電気的特性、条件を示す項目として、次のような項目が主に用いられる。また、電気的条件の許容値。 最大定格が定められており、これを超える条件で使用してはならない。最大定格として主に次のような項目がある。バイポーラトランジスタは非常に種類が多い、約1万種類が古い製品の多くが生産終了となっており、さらに個人が使う場合は一般に出回っているトランジスタが全体のごく一部の種類だであることもあって、 必要な型番の製品が入手できないことがある。その場合は、低価値が近い製品を代替品として用いれば、ことが足りることが多い。代替品種を示した専用の規格表もある。2個のトランジスタを、コレクタを並列に接続、第1トランジスタのエミッタを、第2トランジスタのベースに接続して、1個のトランジスタと同じように扱う方式を、ダーリントン接続。 という。全体の H は、それぞれのトランジスタの H の積となる。つまり、小さなベース電流で非常に大きなコレクタ電流を制御することが可能となる。二つのトランジスタの品種は同じである必要はない。トランジスタが発明された初期の頃は、PNP 型の大型トランジスタを作ることが困難であったため、PNP の小型トランジスタと NPN の大型トランジスタを ダーリントン接続として、全体として PN、PNP 型と同じ動作をさせることが行われた。PNP 型の大型トランジスタが出現してからは、個別部品でこのような接続をする必要はなくなったが、集積回路の内部では、増幅率の大きな PNP 型トランジスタを作ることが困難であるため、この方式が用いられている。また、 一般にパワートランジスタは小信号用トランジスタと比べ増幅率が低いため高い増幅率が必要で大電力を扱わなければならない場合はダーリントン接続が使われるダーリントン接続したトランジスタを1個のパッケージに収めた品種もある型番の命名規則は単体のトランジスタと全く同じであるためダーリントン接続であるかは規格表や データシートを見ければわからない。通常、単にダーリントン接続といった場合、いずれのトランジスタにも同じ接合タイプのトランジスタを使ったものを指し、この接続方法では全体での部位は二つのトランジスタの部位のになる。一方、先日の大型 PNP 代用ダーリントントランジスタの例のように NPN と PNP の両方のトランジスタを使ったものは、 インバーテッドダーリントン接続という。この場合は第1トランジスタのコレクタを第2トランジスタのベースに接続する。第1トランジスタのエミッタと第2トランジスタのコレクタを並列接続とし、全体ではエミッタとする。第2トランジスタのエミッタは全体ではコレクタとなる。全体での接合タイプは第1トランジスタの接合タイプと同じになり、 ベースマイナスエミッタ間電圧も第1トランジスタのベースマイナスエミッタ間電圧のみになる。H は通常のダーリントン接続と同様に増加する。ただし、全体のコレクタマイナスエミッタ間飽和電圧は第1トランジスタのコレクタマイナスエミッタ間飽和電圧と第2トランジスタのベースマイナスエミッタ間電圧の輪になるためスイッチング用として動作させると損失が増加する。 欠点がある。このほか、ダーリントン接続なしで極めて高い H を持つトランジスタもあり、スーパーベータトランジスタと呼ばれる。スーパーベータトランジスタの H は1000から3000以上と非常に高い。ただし、スーパーベータトランジスタはほとんどすべて、小信号用 NPN 型であり、最大コレクタ電圧が低いという欠点がある。大型のトランジスタで、 金属製のパッケージに収められている品種は、電極端子以外の金属部分は原則として、コレクタ、一部の高周波電力増幅用は、エミッタに接続されている。そのため、放熱器、放熱板を取り付ける場合には、それらとの絶縁を必要とする場合がある。エミッタ設置回路、ベース設置回路、コレクタ設置回路など、用途に応じて使い分けられる。通常、 電圧増幅率、電流増幅率ともに良いエミッタ設置回路が用いられる。詳しくは増幅回路の項目参照。発信回路においては接続方法によりいくつかの種類がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。